ムーンライトマイルは、大高垣安夫による日本の漫画作品。ビッグコミックスペリオールにて連載されていたが、スペリオール2012年8号より作者が、機動戦士、ガンダムサンダーボルトを連載開始したため、2011年10月頃から連載を中止している。コミックは23巻まで発刊されている。2007年12月時点で、 累計発行部数は160万部を突破している。近未来における宇宙開発時代を題材としている。宇宙開発史における世界情勢の変遷と様々な混乱に見舞われながらも月開発に挑む人々の姿をリアルなタッチで描いている。魅力的なキャラクターと共にアメリカ軍が秘密裏に行う宇宙進出やそれに追随する中国の台頭など、 実際に起こり得るかもしれないというバーチャルな世界観が作品の売り所の一つになっている。2007年21号で第1部終了。2ヶ月の中断を挟み、2007年12月28日発売の2008年2号より再開第2部が始まった。本作品の第1部において性的描写のシーンは数多くあったが、第2部ではほとんど見られなくなった。 サンダーボルト単行本第1巻の巻末にて、連載終了後にムーンライトマイルの連載を再開する旨を告知したが、サンダーボルトが当初の予定を超えて長期連載体制に入ってしまったため、現在は両作の同時連載を目指して準備中。ワウワウにて第1部の前半の内容をもとに、2007年3月から6月に、第1シーズン、リフトオフ12話、 同9月から12月に第2シーズンタッチダウン14話が放送された。作者の大田垣康夫は雑誌のインタビューでハリウッドで映画化されるならデビッド・フィンチャーにお願いしたいと発言している。ゴローとロストマンは大学生でありながら世界中の名だたる名宝を次々制覇した屈強な学生クライマーであり、お互いを唯一無二と認めるザイルパートナーだった。 彼らは古大陸最高峰の締めくくりとなる、エベレスト登頂での最中に、なだれに遭遇したフランスと山隊の女性を発見。二人に、白雪姫と名付けられた、この女性は内臓を損傷しており、過酷な環境のために救出は望むべくもなく、やがて息を引き取る。彼女の死を見届けた二人は、彼女のはめていた指輪を手に、装備のほとんどを失いながら強靭な体力で、 登場を再開した。たどり着いた山頂で指輪を登場機のポールにはめ、供養をした後に見上げた先に浮かんでいたのは ISS、そして月。看病の際に白雪姫が語った通りの光景に、二人は宇宙への進出という新たな目標を見出す。くしくも二人が登場を果たした2005年1月17日、NASA が打ち上げた月資源探査衛星により、 各融合炉のための次世代エネルギーとして、融合しされるヘリウム酸が月に大量に埋蔵されていることが判明する。アポロ11号で人が初めて月に降り立ってから36年、人類の月開発への新たな挑戦が始まった。それから4年後、ゴロは大手建築会社に就職し、様々な重機をまるで手足のごとく操る建設現場作業員として働いていた。そんなある日、 会社の人事課長補佐、池内理代子から次世代エネルギー開発プロジェクト、ネクサス計画に携わる BS 候補として、会社を代表し宇宙飛行士訓練に参加するための一時面接を受けるようになじされる。ゴローは本格的に宇宙開発ラッシュが訪れる時代を予測し、短期間の間に多くの重機操縦資格を獲得していたのだ。同じ頃、ロストマンコと ジャック・ウフ・ウッド・ブリッジは母国アメリカに帰国後海軍戦闘機のエースパイロットとして原子力空母ドナルド・レーガンに乗船していたスペースシャトルのパイロット養成プログラムにも一発合格し今まさに NASA への扉が開こうとしていた時に武装テロを仕掛けたイラクへ向けて緊急出撃するも相手の地対空ミサイルを受けて撃墜され生死不明となってしまうしかし 敵の捕虜となりながらもイラク反政府ゲリラのあり親子に助けられ何とか生き延び、NASA に復帰後スペースシャトルのパイロット、そしてエリア51で極秘に開発されていたスペースプレーンのプロジェクトに参加。その後、アメリカ宇宙軍の士官として、その卓越した宇宙船操縦技術と政治的手腕を武器に組織の中でのし上がっていく。右予曲折を経て、 新たなる局地、月へと別々のルートで登り始めた二人の天才クライマーは、やがて月社会の派遣をかけた地球規模の争いの中に巻き込まれていく。蒸気台詞部分は、ムーンダイトマイル第1巻より引用。ここでは、主な登場人物の簡単な説明に止める。詳細は、ムーンダイトマイルの登場人物を参照。原則的に原作である。 漫画版に沿って記述されている。記載順序も漫画版の登場順となっている。この他、月面の建設現場では、ダンプカーやブルドーザー、トンネル掘削用、シールドマシン等も確認することができる。ファーストシーズン、リフトオフ、セカンドシーズン、タッチ、ダウンと放送時期を2つに分割して放送された。ファーストシーズンは毎週土曜シニア25時より、 セカンドシーズンは毎週木曜二十三時より、ワウワウスクランブル枠での放送であった。限定百個の宇宙対応時、ショック、ムーンライトマイルモデルをプレゼント。マイナビニュース。https コロンスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ 20071213-a009 スラッシュ2021年1月31日閲覧。 漫画でも動きを楽しめる細かな表現。大田垣康夫さんが語る、機動戦士、ガンダムサンダーボルトの世界2016年3月5日、アニメート。TV 漫画、ムーンライトマイルキューブリックなら土下座してでも実写化。お願いしたい日刊 SPA、2010年3月11日号、大び田外部燃料タンク、個体ロケットブースターに、表面積イコール建造資材の量と、 溶石イコール搭載量の比が最も良いのは休憩。さらに、推進軸に対して対象なので、燃料効率も考慮した設計と考えられる。ありがとうございます。